大事やね。あの営業っていうのは基本的に見られ方やから、相手がどう見るかっていうのを我々は考えていかないといけないんで、まあ黒は基本的には規範の色なんで、まあ、ブランディングの色とかって言われるんですけど、まあ、ルールにうるさいとか約束ごとに厳しいっていうのは黒の色ね。でパープルとか黄色とかね、暖色系は明るい感じね、グレーとかはちょっとそのアニーな間のゾーン、自分をはっきり出したい時は黒とか紺とかで決めていくのがいいんちゃうかなと思います。紺は論理的やからね、ちょっと賢く見えたりするんでね、ちょっとプレゼンなんかの時は濃紺のスーツなんかでバシッと決めていただくのもいいかもしれないね。服装大事です。身だしなみをね、基本的にはどういうふうに印象付けていくかっていうのは営業の基本と常識なんで頑張ってください。平成22年から、この度ですね、営業専門のツールを販売するサイトをオープンさせます。営業道具.comです。ぜひよろしくお願いします。